今週の平和行進。This week's Peace March。お待たせしました。今日もやってまいりました元帥幕近視国民平和大行進、今週の平和行進オンラインです。よろしくお願いします。広島長崎の被爆から76年目の今年も、核兵器のない世界を願って全国で広島長崎に向けて平和行進始まっています。6月4日第4回目となります。今日は今週のダイジェスト、そして静岡の平和行進、それから北海道の平和行進、そしてマラヤコーナー、そして和歌山の平和行進で、最後に、今週のピースソングというのが今日のメニューとなっております。よろしくお願いします。ではまずは今週の平和行進ダイジェストです。コロナ禍の中で大変なんですけれども、歩いているというところもありまして、前川さんよろしくお願いします。今週の平和行進ダイジェストをお伝えします。北海道東京コースは5月30日に青森県に入りました。毎年行われている棺集会は今年は中止となりましたが、党首行進横断幕が自治体訪問などに活用されています。太平洋コースは6月5日に岩手県に進みます。6月3日に青森から引き継いだ日本海コースの秋田県では、大雨の中北秋田市、能代市で平和行進、大館市、鹿角市、小坂町では自治体要請スタンディングアピールが行われました。富山広島コースは6月3日に朝日町を出発、自治体訪問の中で日本政府へ核兵器禁止条約の参加を求める問題に関して黒部市では市長・議長が意見書を挙げることを準備していると表明、富山県内の自治体で最初に意見書が出される可能性が大きくなりました。東京広島コースは5月31日に静岡から愛知に引き継ぎ、連日集会行進が行われ、折り鶴はすでに4万羽を超えています。和歌山広島コースは6月3日に和歌山県の行進を終え、8日に三重県に引き継ぎます。四国広島コースは6月6日に高知県から愛媛県に引き継ぎます。今週の平和行進ダイジェストは以上です。今週の平和行進 This week's peace march、 核兵器なくそう。はい、ただいまのジングルは前川志郎さんと前川志郎さんの息子さんのお二人でお届けしましたジングルでした。それでは東京広島コース、5月19日から31日まで行われました静岡の取り組みを、静岡県元帥協事務局長の大牧さんにお願いしたいと思います。どうぞ。はい、それでは5月の19日に神奈川から引き継いで31日愛知に引き継ぎました静岡県の平和行進の様子をですね、静岡県元帥協の大牧さんにお願いしたいと思います。大牧さんよろしくお願いします。静岡の大牧です。静岡の平和行進のまとめをね、文書化しましたので、それを読みながら説明したいと思います。まあ、今年もコロナ禍でこれまでの平和行進ができなくなり、静岡県内各地で創意工夫をした取り組みが求められました。まあ、取り組みにあたって平和行進静岡県実行委員会として第一に核兵器禁止条約が発効され、新たなステージの下での平和行進、第二に唯一の戦争被爆国である日本政府が禁止条約に反対している中での平和行進、第三に核兵器の廃絶をはじめ環境問題、ジェンダー平等、原発などさまざまな分野で草根の運動が前進している中での平和行進、4つ目には 3.1 ビキニデーの成功を受け
8月世界大会成功へのステップとしての平和行進4点を位置づけて取り組みを開始いたしました。そういう中で様々な工夫が生まれてきているんですけども、静岡県実行委員会として各地域実行委員会への協力を求めまして、一つはこれまでのように県内の自治体市長議長にメッセージ、ペナントなどの要請を行うということ。で、二つ目には、スタンディング宣伝行動など、創意工夫した取り組みを行う。この二点を確認して、各地域に要請をいたしました。で、県としては、5月19日の神奈川県の質疑集会、5月31日の愛知県との質疑集会、そして5月24日には例年静岡市へ平和行進が到着する時でありますけれども、その時に合わせて静岡市中心街で平和行進のスタンディング行動を行って、県の被団協の大和会長、県平和委員会の実行委員会の代表数名で同じ日に県知事さんと県議会議長さんへの要請と行うということで、県としての取り組みは基本的にその3つを行うというふうにしました。で、各地域実行委員会の議論の中で、スタンディングが中心になるということで、スタンディングをやるにあたって通行人に何を訴えているのか分かるような宣伝物が欲しいという意見が出て、可愛い男の子と女の子の絵を盛り込んだ核兵器禁止条約に日本も参加しようと大きな文字で書かれた横断幕を作成することにしました。この横断幕は県内各地のスタンディングで活用されまして、綺麗な横断幕ですね、ということで好評でして、道行く人にも注目をされました。またこの後の6級行動とか、あるいは世界大会の平和の波なんかの行動でも活用できるということで、30枚作成したんですけどね、今のところ23枚、活用されているという状況です。今年はコロナ禍2年目ということで、創意工夫も進んでいろんな取り組みができました。昨年はできなかった更新もですね、沼津市とか藤枝市で計画されまして、ただ沼津市ではね、出発集会は沼津の市役所でやったんですけど、暴風になっちゃって更新そのものはできなくなっちゃいました。藤枝市ではね、藤枝市役所から藤枝駅前まで更新をして、50名の参加でね、更新もできたというのは、去年はできなかったけど今年はできたというのがあります。あと三島市とか、島田市なんかでもね、短時間の更新ですけどミニ更新ということで行われたということです。富士宮市ではね、更新はできない中 で新たな取り組みになるんですけど、日本政府に対する意見書採択がね、3月議会で採択されたんですけど、意見書採択の取り組みの報告会と学習会となりました。でこれには市議会議長なんかも、ね、出席していただいて、全体の挨拶なんかをいただいています。この取り組みについては原水共通信なんかでも出しましたのでご存知だと思うんですけども、元市長さんや議長さん、あと地域の名士の方205名の賛同を募って、意見書を採択に向けた取り組みを行ったということで、議会で全会一致でね、採択されているということで、保守系の人たちも含めてね、全会一致ということで大変大きい成果があったと思うし、取り組みも地域の人たちとのね、統一した取り組みというか、いろんな団体と統一した取り組みもなっているということで、一つの典型事例になっているんじゃないかと思いますので、こういったことは全国でもね、学んで取り組んでいただきたいなというふうに思います。それから平和行進実行委員会とか原水協の役員のいない市町でも取り組まれました。神奈町ではですね、9条の会と年金借組合の有志で町長議長への要請行動を行って、テナントを受け取り、禁止条約サイン署名の呼びかけチラシを渡すなどの行動となっています。今年も議員さん、主には共産党の議員さんですけどの協力もあり、各市町から市長議長さんのペナント、メッセージ、協賛金、禁止条約サイン署名、これらのものが寄せられていると。またこれからこの後平和行進の、実行委員会とか、そこで正式なまとめになると思いますけど、とりあえず私の方でまとめさせてもらった文章です。はい、ありがとうございます。本当に去年ね、大変苦労されて、それでまたさらに今年諦めないで前進ということで、大きな一歩だったと思いますけれども、今お話しされた中で、その地域原水協がないところ、更新実行委員会がないところでも
取り組みをされたっていうのはすごいことだなと思うんですけれども、それはどういうつながりとか署名とかそういうつながりとかあってあれですかね。救助の会っていうかのメンバーの人が県の革新婚の役員やってまして、革新婚の会議に私も出たりしていて、神奈美町は原住教もなくてね、平和行進も立候補でもないということで、そういう話を時々していたもんで、あと民意連の事務局の方がね神奈美町にいるということで、そういったつながりがいろいろあるそれの中でのそういう形ができたというふうに思うんですけど、今後はやっぱり日常的に、ね、運動できるような原石橋作りとかね、そういうのも追求していく必要があるというふうに思ってます。すごい貴重なつながりですよね。あと禁酒条約発行後の自治体の変化っていうので、どっか特徴的なところとかありますか。さっき言った富士宮なんかはね、典型的なところだと思うんですけども、他に伊豆の国市っていうところがあるんですけどね、市長さんがね、前の市長さんと変わったんですけど、前の方もこの間新しい市長もやってくれたんだけど、今度交代した人もすぐにねやってくれたりしてますけどね、で袋井市なんかもこの間選挙があったりして、ね、変わってばっかりの方がまた前の人もやってくれたんだけど、今回またやってくれたというようなところで条約ができたということで、そういう動きになってるのかなっていうふうに思いますけど。ありがとうございます。またこれから8月に向けて行動が取り組まれると思いますけれども、さらに大きな平和の波にしていきたいと思いますので、静岡では県独自に、ね、横断幕を作ったりして、この次の、ね、取り組みを生かすようにしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、大牧さんありがとうございました。静岡の皆さんもどうもありがとうございました、はい、お疲れ様でした。世界を子供たちに手渡そう。はい、ただいまのジングルは全教の皆さんでした。ありがとうございます。さあ先生つながりで、そう北海道のね、今から出てくる方ね、先生たちなんだよ実は。はい、続いては北海道からの報告です。5月5日から5月31日まで行われました平和行進の様子をですね、北海道の、原水協事務局長の島田さん、そして帯広原水協から、新井さん、竹越さん、桜屋さんの3人にご登場いただきます。それではご報告よろしくお願いします。それでは、今年5月5日礼文島を出発して、5月29日に平和行進を終わりました。北海道の取り組みをですね、北海道原水協事務局長の島田さんにお願いします。はい、北海道原水協事務局長の島田です。核兵器禁止条約発効力に、コロナ禍の中でもやれることある、頑張るべ。核兵器禁止条約を力に、核兵器廃絶の世論を広げ、広島へ長崎へと5月5日北海道東京コースは礼文島からスタートしました。昨年はコロナ禍の中、礼文への来島自粛宣言のため出発式ができなかったのですが、今年は核兵器禁止条約が発効した特別の年、短時間少人数でも何としても出発式をと、宗谷教職員組合の仲間が力強く高らかに開始を宣言しました。核兵器禁止条約が発効したことを広く知らせ、背を向けている日本政府に署名で迫ろうと、何よりも私たちの声と行動が核兵器禁止条約発効に大きな役割を果たしたことを誇りに、道内各地で取り組みが繰り広げられました。5月中旬に突然北海道内に緊急事態宣言が発令され、北広島原水協の平和散歩など各地で準備してきた多くの取り組みが変更を余儀なくされました。でも
コロナ禍の中でもやれることある、頑張るべと各地でスタンディングと自治体訪問を中心に元気な行動が繰り広げられました。5月29日日本海南コースの横断幕も北斗市元帥橋から引き継ぎ、函館でね、北海道内の集結行動30人が賑やかに参加につながりました。実行委員会では道内179すべての自治体を訪問することを目指し、コロナ禍で住民の命と暮らしを守るためにご苦労されている自治体関係者の丁寧な対応に、これまで築き上げてきた自治体との信頼関係を強く感じます。4月にすべての自治体の首長、教育長、議長に北海道平和行進実施要項を送付したところ、早速同等の津別町長から日本政府への署名の賛同が寄せられました。日本政府への署名なのでハードルが高いかなという危惧もありましたし、また実際それを理由に署名はできないと断った首長もいます。行進の集会に参加した江別副市長は、大きな声でアピールしたいでしょうと禁止条約の発行を歓迎し、毎年来ていますね、続けることが大事ですと激励してくれる首長、道北の下川町長は賛同署名に、世界の国々が廃絶を確約できる社会の実現を目指すことを願っていると一言メッセージを添えています。ぜひ23年の自分の任期中までに原水爆禁止世界大会に参加したいと語る町長もいました。帯広原水協は十勝管内すべての19市町村を訪問し、お会いした首長、議長、教育長、農協、商工会の役員58人が署名に賛同しました。日本政府への署名は、札幌市長、旭川市長はじめ、多くの市長、町長、村長、教育長、議長がサインしています。北海道からの核兵器なくそうの声を横断幕とペナントに託し、8月の原水爆禁止オンライン世界大会に向け、一層大きく、そして被爆地広島と長崎でのペナントアピール行動を楽しみにしています。ありがとうございます。島田さん、それでね、はい、この長いあの北海道の取り組みの中で、はい、今日はぜひともって言ってどこを読んでいただいたんでしたっけ。はい、帯広原水協です。十勝管内19市町村しっかりフォローしています。はい、というわけで帯広の、取り組みをですね、ぜひ聞かせていただきたいということで、今日は帯広原水協理事長の新井さんに帯広の原水協の今年の、ね、更新の取り組みいろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。帯広原水協理事長の新井です。理事長に選出され3年目になりますが、世界大会ビキニデーの派遣など例年通りできたのは1年目だけでした。それでも毎月の6・9行動、7月31日からの連日街頭宣伝は、ペンを消毒したりしながら欠かさず取り組んでいます。さて、帯広十勝の平和行進は5月11日から14日に行われ、全19市町村訪問できたことで、大越さんから全市町村回れたのは何か秘訣があるのではないかと今週の平和行進への出演依頼がありました。帯広十勝の原水協は帯広市、音更町、目室町、幕別町、志幌町にはそれぞれ原水協組織があり、南十勝、東十勝は3、4町村を担当する担当者がいるという形をとっています。十勝全体で原水協十勝ブロックとして平和行進や世界大会代表派遣などに取り組んでいます。平和行進も例年ですと、都市行進者とともにほぼ JR 根室本線上の市と町を訪問する幹線コース、旧国鉄地北線、
広尾線、志幌線のコースに分かれ、それぞれ分担して更新と役場団体訪問する形をとっています。幹線コースは帯広から3人が宣伝会に乗って各町を訪問し、地元から多いところでは10人くらいが合流して行動しています。私が十勝に来てから30年になりますが、30年以上前からこのスタイルは変わっていませんし、昨年からは投資更新者がいないことと参加の人数を絞ることがそれまでと違うところですが、それ以外は大きく変わった点はありません。昨年は訪問を遠慮してほしい言われたところがあり、まあ、地元共産党議員に対応をお願いしましたが、今年は訪問を断ったところはなかったので全19市町村訪問できた。でその秘訣をと聞かれても、5月28日新聞赤旗北海道東北のページに載りましたが、前事務局長の竹越光雄さんが粘り強く築いてきた草の根の運動と共同の積み重ねが今に引き継がれていますとしか言いようがありません。昨年9月の幕別町議会では、日本共産党の町議が幕別町平和比較宣言から35年、本町の平和事業の取り組みとその評価はと町長を正したのに対し、町長は町としての取り組みを説明した後、次のように答弁しました。さらには原水爆禁止平和行進活動や原水爆禁止世界大会に参加する方々との懇談、激励及び活動に対する支援をはじめ、平和首長会議の一員として国連に対する核兵器廃絶に関する署名など、加盟都市と連携を図りながら核兵器廃絶の住民意識喚起等に取り組んでいますと答弁し、平和行進世界大会参加者との懇談も核兵器廃絶に向けた町民意識の喚起のために生かしているという私たちにとっては思いがけない答弁がありました。すごい。また鹿追町では昨年町議会議長さんが、日本政府が核兵器禁止条約に参加するよう意見書を挙げたいと述べ、平和行進の後の6月議会で意見書を採択しています。まあ、これらのことが私たちが粘り強く築いてきた草の根の運動と共同の積み重ねが実を結んだものではないかと思います。まあ、秘訣といっても即効性のある特効薬のようなものはなく、粘り強く運動を積み重ねて合意を作っていく、このことが一番大切なことというふうにして結びたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にそう、粘り強くっていうことがね、他の県の話を聞いててもやっぱりそういうことなんだなと、やっぱり歩みを止めないっていうこと、運動の歩みを止めないっていうことっていうのは本当にすごいんだなと。それで今日今新井さんがおっしゃっていた、前事務局長の竹越さんもいらっしゃってるんですよね。ちょっと竹越さんにせっかくなので登場していただいて。どうもありがとうございます。竹越さん、本当に感動、この禁止条約発行も感動だと思うんですけれども、どうですか、長年やってきて困難だったこととか、そして今の思いとか、ちょっとお話しいただければ。十勝の取り組みというのは、今19自治体ですけれど、合併で一つ減りましたので19になって、以前は20自治体がありました。そのうちの市は帯広市だけなんですけれども、したがっておのずとして帯広市の、そして原水協が中心にならなければならないという立場にあります。古くは広島長崎アピールとか各種の署名なども自分のところだけじゃなくて、十勝全体が過半数を目標にしたいんですね。そういう位置づけでやってきておりますし、世界大会の代表派遣もですね、十勝の代表団っていうのを、各自治体での代表も集めて壮行会や報告会をやったりという、ともかく十勝
全体の取り組みというみんなが等しく発展できるような取り組みをしてきたっていうのが、まあ、運動の基礎になっています。したがって比較平和都市宣言も19の現在19の自治体が全て、やっておりますし、最近では平和行進などの訪問を通じて平和、首長会議、市長会議にも参加してくださるようにという、要請をしたりして、現在は19の自治体の首長さんが会議に参加しています。最近では核兵器禁止条約を日本政府が批准せよという意見書を議会で挙げてもらうという取り組みも力を入れて、今19のうち16の自治体議会が意見書を提出して、中には一つの村で2回意見書を政府に挙げたというところもあります。すべて十勝全体で取り組むようなスタイルを取ってきたのが、まあ、十勝の運動かなというふうに思っています。 ありがとうございます。もう北海道 の広い大地の19自治体がこの結束っていうのを固めていくっていうことも、本当は広大な、ね、ところで、ちょっと 2,3 歩行けば次のところの自治体じゃないところでこの結束を固められるっていうのはすごいことだなっていうことを今思って聞いていました。それではじゃあ今度は、今年の、ね、世界大会これからに向けて、はい、現事務局長の桜谷さんです。はい、よろしくお願いします。はい、現在の帯広原水協の事務局長の桜谷と申します。よろしくお願いします。僕が事務局長になったのが、6年前です。今年でちょうど6年に入ったんですけども、先ほど田越さんからもありましたように、今まで の諸先輩たちがですね、もう30年以上にわたって、取り組んでこられた、まあ、もちろん平和行進だけでなくてですね、帯広原水協十勝ブロックとしてさまざまな活動に取り組んできておりますので、そういう、体制がですね、まあ、脈々と続いていて、そして現在も少しずつ、変えるところは変えながらも、その精神を引き継ぎながらさらに広げていこうということでやってるつもりなんですけども、はい、特に去年今年とこのコロナ禍ということで、こちらの方としてもですね、昨年はですね、まあ、いつもと同じ形で回れるかどうかっていうのはちょっと難しい部分もあったんですが、とにかく継続することが力だということで、全部回れなくても可能な範囲で、自治体訪問しながらですね、ともかく途切れないようにしていきましょうということで、それで、先ほど理事長からもありましたように、昨年は、まあ、一つの自治体は訪問できなかったんですが、今年については、全ての自治体を訪問していただいたという。でこれはですね、もちろん事務局としてもですね、そういう体制を組むようにということで、努力してきた結果なんですけども、やはりそれぞれの町村とか、それぞれの、ブロック単位でですね、やはり担当者がいまして、その担当者が必ず毎年事前に、自治体とか各町村の農協とか商工会とか森林組合を含めて、いろんな団体に事前に時間日時等を調整して、それでその約束のもとで、まあ、事務局の担当者と一緒に回るということ、これもずっと続けておりますので、こういう形で、継続して皆さんの力を借りながら今後もやっていきたいと思うんですけども、世界大会ということなんですが、昨年も今年も、まあ、代表派遣という形では確かに難しいところはあるんですけども、まあ、昨年も平和の波の行動の中でその世界大会の模様を視聴するという形で僕たちも集まりましたし、でそういう学習も重ねてきました。それから今年についてはちょっとまだ具体的に代表の登録っていうことでは何人とか誰をっていうところまではちょっとまだ言ってないんですけども、どの原石を島田さんと相談しながらですね、代表なんだという気持ちを持って、そして
こういう世界大会の各国との場にも参加してですね、意識を持って参加できるような体制を組みたいというふうに思っています。まあ、世界大会ですから当然世界各国からたくさんの方が来て、で広島、長崎中心に皆さんで交流するってこともとっても大事だとは思うんですけども、世界大会も平和講師もそうなんですけども、普段の活動がこういう場でもですね、生かされると思いますので、そういう意識を持って学習会とか、あと平和の波の行動も予定はしておりますので、あとはどういう形でするかっていうのはこれからなんですけども。ありがとうございます。素晴らしい、さすがやっぱりね、運動がやっぱりコロナのこのうつうつとした中でも人々を励ますんじゃないかなっていうふうに今、桜井さんのお話を聞いてても思いました。私たちも一層ですね、努力していきたいと思います。7月7日には、新聞意見広告朝日新聞に載ることが決定してますので、さらに大きくですね、たくさんの方に知っていただいて、被爆国日本を核兵器廃絶の先頭に立つようにということで、大きな声をこれからも上げていきたいと思いますので、皆さんもよろしくお願いいたします。ということで3人出るかな、じゃあ皆さんでありがとうございますをしたいんですが、みんな出ます、出れます、 1,2 竹越さんも出れるかな、竹越さん、竹越さんの顔出れるかな、竹越さん、あ、出た、2人の間に入った、あら難しい、はい、あれなかなか消えたりするんですよね。あ、いった、はい、じゃあ、はい、いいとこで撮るのでちょっとしばらくやっててください。はい、ありがとうございます、ありがとうございました。健康を守ろう、平和が一番。ただいまのジングルは美濃犬の宮沢さんでした。ありがとうございます。一緒に歩いたのが懐かしい。それでは今週も始まります。マラヤ・ファブロスさんから海外の報告をしていただきます。マラヤ、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 Good afternoon, fellow peace marchers.This is Maraya Fabros. 平和講師の皆さん、こんにちは。マラヤ・ファブロスです。フィリピン人でドバイに住んでいます。国際青年リレー行進のボランティアコーディネーターをしています。今週の平和行進の海外コーナーへようこそ。今日は最初にバーチャル平和行進の最新情報をお伝えします。5月5日にスタートしましたが、7人の参加者がこれまでに合計で 617.8 キロを歩きました。参加者ですけれども、友人のニティア・リラサウロさん、コラソン・ファブロスさん、エイジー・サニョさん、中村瑞希さん、武田理香さん、チャーリー・サンタマリアさんです。それぞれこの歩いた距離を記録しています。このスクリーンをお見せしますけれども。これまでにニティア・リラさんが 234.6 キロ歩いています。コラソンさんが6キロ。エイジー・サニョさんが 70.8 キロ。私は 52.4 キロです。水木さんが 90.5 キロ、リカさんが109キロ、チャーリーさんは 54.4 キロ歩いたことになってます。私たちの当面の目標は合計900キロ歩くことで、6月以内にはこの目標を達成できるはずです。で、海外からより多くの人に参加してほしいと思ってます。誰でも歓迎です。先ほどのスクリーンのですね、リンクにアクセスしていただいて、歩いた距離を記録してください。
現在のところこの、バーチャル平和行進はフィリピン、アメリカ、アラブ首長国連邦、日本で取り組まれています。そして次回の海外コーナーは7月23日になりますが、その前に今週の平和行進ダイジェストを英語通訳付きでお届けする予定です。でこれは5月6日から今日までの、ダイジェストとなりますが、これを作成してくれる原生協に感謝したいと思います。ありがとうございます。大変楽しみにしています。海外の私たちがこの日本各地での平和行進について、それぞれの地域の方々による報告が聞けるということで、大変楽しみにしています。そして今日の、短いコーナーの最後ですが、平和行進の写真、2013年から18年までの写真を皆さんにお見せしたいと思います。これはそれぞれの写真は毎年の広島で8月3日に撮られたものですが、これは2013年8月3日の写真です。これは小さなパーティーのようなもので、8月4日の前日に行われます。この日は日本各地の行進者がこの集まりに参加します。This is like a little party before the big day on August 4th. この、小さなパーティーですが、広島の平和公園に平和行進が到着する8月4日の、前夜祭として行われています。これらの写真、いつも見ると嬉しくなります。2015年の集合写真はないのですが、私は持っていないのですが、この国際青年リレー行進者の写真です。マギティンさん、エイジンさん、メアリーさんです。で、この本当にいつも楽しくて賑やかなこの雰囲気を思い出します。お互いを称え合っている人々との思い出を思い出します。食事をしつついろんな話をして、同窓会のような雰囲気なんです。みんながこの行進初日と比べても大変日焼けしていて、それぞれ行進者たち、特に投資行進者の皆さんがこの互いのこの日焼け度をこう確認し合って見せ合ったりして、顔や首や腕や足をですね、見せ合っています。で家族写真のようだなと思います。This is it for今日は、これで終わりにしたいと思います。大変短くて申し訳ないんですが、今回はこれで終わります。また皆さんと次回、7月23日にご一緒できることを楽しみにしています。それまで皆さんの安全と健康をお祈りしています。一緒に歩き続けていきましょう。歩いて、離れていても一緒に歩いています。Let us walk together for a nuclear weapons-free world. ただいまのジングルはマライア・ファブロスさんでした。海外からのジングルもお待ちしております。ぜひぜひ。それでは5月7日から、つい最近終わったばっかりの和歌山広島コースから和歌山県元帥協の里崎さんに報告をお願いいたします。それでは5月7日橋本から出発して6月2日で更新が終わりました和歌山広島コースから和歌山の取り組みを和歌山県元帥協事務局長の里崎さんにお願いしたいと思います。里崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。メガネ取らないと見えないね。簡単に
まとめじゃないですけども報告していきたいなと思います。先ほどご紹介ありましたように橋本市5月7日出発して高野山に上がってそれからずっと紀の川沿いを南に下っていくっていう、まあ、あの30自治体あるんですけどもそれを宣伝カーでね、ずっと、通してつないで、きました、ところがですね最初はあの平和行進予定してたんですけども4月の21日大阪で緊急事態も出る中でね奈良も三重もちょっとね、近県がねかなり厳しい状況になる中であの三坂知事がね21日不要なあの外出やめといてっていうのが出た時点でね、あの我々だけじゃなくていろんな団体もね、まあ、あの検討しようっていうことで、当日ね、その当日、あの地域、の実行委員会に、まあ、決して無理はせんとこと、必要やったら平和行進するのはやめて、送り出し集会とかね、平和行進の宣伝か、それからスタンディングっていうことで、みんな知恵と工夫をして、これ成功させていこうやっていうことで、自治体をつなげていこうっていうことで、あの各あの地域と相談してね、まあ、そこであの今まで平和行進やるよって言ってた地域も、みんなあの、平和行進は、まあ、やめるっていうことになりました。今年はね、まあ、そういうことで昨年に引き続き宣伝課中心の平和行進になりました。で、その中でね、首長さん、議長さんにね、あの賛同をね、きちっと取り付けていくペナントをお願いすると、賛同金も お願いするっていうとと同時にですね、役職署名、日本政府に対するね、ちょっと難易度は高いとは思うんですけども、これも要請していこうっていうことにしました。で、もう一つ私どもがね、世論を広げるということで、あの独自のポスターを1000人近い方が賛同いただいて、ポスター作ったあの平和行進に間に合うように作りました。これも議長、あの首長さん、議長さんにみんな、届けることが、まあ、できるっていうのが届けるようにしました。で和歌山は79年のサラエさんという方がね、偉大な方なんですけども、この方があの全市町村で平和行進始めたんですけども、高野山から始めました。これ以降ね、あのずっとですね、全市町村の平和行進を続けてるんですね。今30に減りましたけども、まあ、その中で、今回ですね、昨年はあのコロナ禍っていうことで初めてだったのですごい大変だったんですけども、2回目っていうことで、まあ、集会もしていただきましたし、その中でね参加者が、2倍に増えました。で去年は147人だったんですけども、ちょうど新宮終わった時点で330人になっております。で集会やっていただいたところはね、あの自治体の職員さんが多数参加していただきました、まあ、それはすごいあの、ね、良かったんではないかなって自分で評価しております。今回ですね、詳しく見ていくと庁舎前で集会やっていただいたのは11町で、見送り式っていうことで簡単なね式をやったところが6町。簡単とは言っても市長とかね、あの町長が挨拶はしていただいてるんですけども、そういうことです。特徴だったのはね、あの集会ができなかったところがね、首長と懇談をができました。で、うん、その中でね、初めてごぼう市っていうところで今までねペナント書いてくれてなかったんですけども、新しい市長と懇談してペナント書いていただくことができました、うん、まあ、そういうことで7市長であの懇談ができて、まあ、うん、核兵器禁止条約の状況とかこれからの情勢について、まあ、廃絶に向けて心をあの共有させていただいたっていうことです、うん、まあ、そういう懇談をね、結構懇談とか集会をね、地域の、まあ、ちっちゃい新聞なんですけども、ローカルの新聞がみんなあの報道してくれてね、うん、懇談してるところをあの報道してもらったり、うん、っていうことで結構あの南の方では、新聞が取り上げてくれてました、はい、うん、ペナントについては30分の29っていうことで、一つね賛同金はいただいてるんですけども、あのまだ完璧パーフェクトではなかったです、うん、そういうことになりました。で、協賛金は全部でね、35万5000円。もう一つ大事な
取り組みということで役職署名なんですけども8首長、1副長長、7議長からまあ署名いただいたということで、まあ、被爆者国際署名で、3年かかりましたからね、25になるまで来年に向けてもうちょっと頑張っていきたいなと思います、うん、それから募金箱ね、中身の高は とにかく、3年目ということで、あの黄色い募金箱みんなあの役場の前で置いていただいてたり、多いところ7000ほど入ってたかな、うん、それで29自治体に置いてもらえました、今年ね、交換させていただいて、うん、まあ、そういう取り組みということで、今度はあの、各地域であのまとめ評価をしていただくんですけども、まあ、ご苦労様でしたということで、まあ、何もなく無事三重に引き継ぐことができるなということでほっとしてます。去年もなんですけども、宣伝カーでの平和行進って本当に普段行かないね、ところを行けるんですよね、うん、あの北山村っていうあの3つの県の飛び地が昨日あの2日行ってたんですけども、一番果てまで行こうやってことで行ってきました。あの市民選挙もね、6月1日に総大会やって、その北山村まで来てくれてたみたいなんですけども、すれ違いやったということで、あのまあ市民選挙もね、平和行進にはまあ参加する意欲はあったんですけどね、まあ、あの今回そんなことに なりましたので、まあ、来年なんとかね、コロナが、ね、あの解決できたら、まあ、そういう平和行進ができるなということで、思っております。で、宣伝会用意してくれたのはあの教職員組合とあの全商連さんがあの用意していただいたということで、まあ、感謝しております。まあ、そんなところです。以上です。はい、ありがとうございます。毎日ね、本当に忙しい。坂崎さん全部についてたんでしょ。あの一つ二つね、あの認定の関係で参加できなかったところあるんですけども、うん、今度もええっていうところもあったので、それでもね、以外はみんな行きます。運転もして。そうです、そうです、すごいです。本当に、和歌山行ったことないと、どのくらいこう大変な距離を持ってるのかは全然こう分からないので、信号に行こうと思ったら3時間市内から、市内から高速通って、高速通ってね、こう全部つないでいくんですもんね。でもやっぱりあの去年の毎日ニュースが出ますけど、あのニュース見ててもやっぱり皆さんの参加者だけじゃなくて自治体の関係者もっていうのがすごく伝わってくるニュースでしたよね、毎日ね。この変化がとても、禁止条約発行後の、ね、変化をすごく感じる更新だったと思います。ありがとうございます。まだまだ夏までありますけれども、はい、頑張っていきましょう。三重には、はい、あの市民選挙も引き継ぎ来てくれるっつって、あ、本当に、あ、うんうん、だから市民選挙含めていつも 5,6 人で行くんですけどね、今回4人かな、4人でとりあえず横断幕届けます、うんうん、ありがとうございます。はい、はい、ということで、平和行進の報告でした。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。和歌山の皆さん、お疲れ様でした。この後6月8日に三重に引き継ぎがされます。ただいまのジングルはインターネットでこのコロナの中頑張って歌を配信し続けています狛江の皆さんでした。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。というわけで今週のピースソングです。大熊さん、よろしくお願いします。はい、というわけで大熊でございます。今週のピースソング、今週紹介いたします曲は約束の歌という歌でございます。今日はこの歌の作詞者であります木村泉さんと作曲者の高田隆二さんに、ご登場いただきたいと思います。どうぞお二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この約束の歌は、日本の歌声運動のですね70周年を記念して公募された曲の中の入選曲の一つでございます。それではまず作詞者の木村泉さんにちょっと聞きたいんですけれども、この歌どういう思いで作詞をされて、そしてそれが今核兵器禁止条約発効という節目の年にもなりましたけれども、作詞の時の思いとまた今改めて感じることをちょっと聞かせていただければと思うんですが。はい、
作詞の時の思い、とにかくシンプルに、うん、簡潔に、はい、子供でも分かるようなもの、それを突き詰めていこうと思って、ただそれだけで書きました。なるほど。だけど、優しい言葉で、簡単な言葉で、世に出すって、ものすごく実は勇気がいるんですよね。そうですよね。うん。で、本当に受け入れられるかどうか分からないかったんですが、うん、まあ、高田さんがね、すごく、軽快な歌を作ってくれたので、普及して本当に、ほっとしてます。で、やっぱり救助、武器を捨てるということが、約束なんだっていうふうに、まあ、結んだのがすごく良かったのかなというふうに思ってます。安保法制の時は、本当に、なんていうの、無理を通されて、道理がへこんで、なんとか、シンプルな道理を取り戻したいというふうに思ったんですけど、核兵器禁止条約って、本当にみんなが願ってた道理が、国際的な標準になったっていうのは、すごい画期的ですよね。今の2020年、21年バージョンの新しい約束みたいな形で、はい、またこの歌の意味もこう深まって広められればいいのかなっていうふうには思いますね。はい、はい、ありがとうございます。それでは作曲をしていただいた高田さん、この詩に出会った時の感覚というか、なんでこの詩を作曲しようと思ったのかみたいなのをちょっと聞かせていただけますか。うん、まあ、正直なところ言うと、一番つけやすい詩を探してたら泉ちゃんの詩だったんで、まあ、そんなに泉ちゃんがこう苦労したほど苦労せずに曲は生まれたんだけどもちなみに、うん、どのぐらいの作曲時間は。いや、これ見て数分じゃなかったかな。すっとこうもう一人でにメロディーがこういうふうに出てきたっていうか、子供から大人までが歌えるような歌になるといいなっていうのがあって、じゃあどういう歌にしようかっていうことで、子供が入ってくる以上はじっとして歌うよりも、うん、ちょっと体を揺さぶりながらっていうのことで、ここにタイトルにダンスポップって書いてるんだけど、やっぱ歌い、体を揺さぶりながらね、こう一緒に楽しく歌えるような歌作りになればいいなというのが、この2つのポイントだけね、最初突っ込んだのは。なるほど、はい、うん、ありがとうございます。そして、核兵器禁止条約発効、うん、やっぱ被爆地広島としては思いが強いと思うんですけれども、日本の歌声祭典も今年は広島ですよね。ちょっとその辺の思いを語っていただければと思うんですが、うん、本当はね去年20年の去年のね被爆75年をやっぱり記念して、祭典を開く、さあやるぞと言った時にこのコロナが入っちゃって、被爆者の人たちとも話をしたりとか、例えば89歳の人が90歳になるわけよね。で、90歳とか91歳になる、これね、ものすごくこの1年っていうのは大きいんですね、僕ら以上考えるのにね。体もすごく弱ってるし、来年まで生きてないよって言われたらね、ものすごく現実的に考えてしまうし、なんで今年開けなかったのかっていうのがね、すごく企画した方はね、思ったんだけども、みんなね、やっぱり来年まで元気でいようっていうのをね、やっぱり一番思いを強くしたし、まあ、核兵器禁止条約がですね、発行になって、やっぱり非常にそれまで、75年ね、生きてよかった、やはりこの日をね、ずっとこう待ってたんだという思いをこう言葉で聞くとね、ぜひそれをやっぱり歌にしてね、うん、全世界にこう放つというか、そういうシーンをこうどうしても作りたいというかね、オンラインも使いながらね、日本だけじゃなくて世界に発信されるするようなね、映像も含めて、届けていきたいというふうな企画を今考えて、みんなでいろんな苦労しながらですね、希望を捨てずに今そういう取り組みを進めています。やっぱりあれですね、ラララのリフレインのところ、ええ、世界中の大人が武器を捨てたらというところ、そこリフレインのところだけでも核を捨てたらというふうにして、新しい約束をやっぱりみんなに広めていくというのはいいかもしれませんね。いいですね。まあ、こうやって3人で今話してますけど、ええ、山形市に住んでるというのは、ね、見る人は知らないかも。山形市の主催で、
毎年平和コンサートをやってるんですけど、はい、今年は7月4日なんですが、うん、合唱団2曲歌う中の1曲はこの歌で参加しようかなというふうに思ってます。素晴らしいですね。なるほど。高田さん、ぜひアコーディオンで約束の歌を弾いていただければと思うんですけど。やった。おじゃあ行きましょう。はい。ワン、ツー、スリー。それから私たちこういう行動を今やってるよみたいなこともですね、ここまでぜひぜひお寄せください。ご紹介したいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。